いやどうもってたとりょうとみなまると今回の曲はですね、皆さんにまだ説明しないんですけど、はい、なんとデータフォルダー本当に明るい写真選手権あ、携帯のね、携帯の中に写真たくさんあるでしょ、好き勝手やってんじゃないかと、あなたたち見られないと思ってるでしょ。今回は全員携帯を交換して全部のデータフォルダーを見られます。その中でこいつが本当に嫌がるだろうなっていう写真を出して、それで本当にあかんかどうかっていう勝負でございます。でもですよ、免許の写真とかある可能性があるじゃん。でもそれはダメじゃん。でもすまんないじゃん。そういうの出した人はセンスないってことで罰金。罰金じゃない罰金じゃない免許写真出して、あかん、出せないんだこれ、ふーって言ってもそれはキャンプです。そうね。あー俺ちょっともうこれあたりあるもんな、1個あかんな。どうするんだよ、スカートの中の写真とか。やばいじゃん、それはやばい。モザイクで現実に通報してる。俺はちなみにこのネタ最近思いついて、一応後編を期すためにデータフォルダ一切いじらずにここまで来ました。わからねー、覚えてないでしょ。一回確認したいな。ダメです。あ、気になる。絶対に自分のネタこと気になる。俺の中だとこのメンバー誰か一人はハメ撮りがある。あそう信じてる。では誰が誰の携帯名を決めましょう。じゃんけんぽい。じゃん。うわあ。あーこうなったか。おお。こうなったか。両の携帯があるぞ。じゃあ写真見つけたら、まあ、こちらって出して、本人から詳しい状況をまず聞きます。この写真は何なのかと。その写真を出して OK だったらその人には、まあ、1ポイントあげます。で、あかんかったらその人にはポイントが入らないと。どれだけ自分のプライベートを切り売りできるかというね、YouTube 力が試されております。 OK チェックしていくぜ。よし、じゃあみんな探せ。絶対にあかんじゃんこれ。絶対にあかんじゃんとか言わないよ。おい、あかんじゃねえかそれは。あかんやん。何これ、あかんやん。心痛いもん。何やったあれだな、俺は。あ、もうこれだな。確定。じゃあ誰から行きましょう。じゃあ僕からでもいいですか。すごい気になっちゃう、本当に。何これ。これです。あー、なんで。あ、わかった。これは、あ、説明してください。これ説明しますね。あ、これはここに落ちてたです。なんかこんなの落ちてたんだよね、こう撮影部屋にね。待って、それ俺のアカン写真じゃねえか。お前、俺が使ったやつや。なにってことは説明がいるのか。説明してよ。おいおい、早く説明しろ。なんでお前撮影部屋にこんなのに置いてあんだ。お友達が昔来てまして、うちにその男たちとデリヘル呼んで王様ゲームやろうと。デリヘル上とみんなで王様ゲームやろう。そうそうそう、2人来たんですよ。片言の中国人の人と2時間ぐらいめっちゃ盛り上がって超楽しかったのよ。普通の王様ゲーム。そう、パン1になって服交換っていうやつがめっちゃやって、椅子に座ってみんなに金玉みたいな、全員に金玉みたいな王様ゲームで、終わった時に中国人の方が「どうする？え、する？」って言われて気持ち悪い。でもなんで撮影でやりやんだよ。アカン判定とかしちゃう。アカン判定これはアカンくないです。じゃあ、じゃあ出します。これは別に出せるものなんで出します。これは1ポイントです。くそー、俺にポイントくれよこれは。じゃあ次僕いきますね。はい、一番笑ったのはこれかなっていう写真です。はいはい、いきます。はい、はい、どうも。なんかなんでまた俺なの。なんでそうなるのかな。俺の元カノの顔だよ。人の元カノで笑うんじゃないよ。いや、あかん。まあ、全然赤くない。いや、赤い。赤いよ、赤い。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 次、僕のやつですね。はい。りょうのやつもね、本当にないのよ。え、怖いね。でも怖いんだよな。単純にこれどういう状況っていう、こちらでございます。これあかんのじゃないかと。これフェラしてるね、これ。違うんだよ。しかも他人に撮らせてる。そう、フェラしてる姿をもう一人の女に撮らせてる。違うんだ。一番ヤバいんじゃないかな。しかもこれ後ろ出て縛られてるね。違うんだ。そっちか。これはまず増田の家なんだよ。まあ友達としよう。増田と友達がいてくっついてくるから。はそれは増田が写真撮っただけじゃないの。ここでゲームしてたんだよね。で、俺はそれをこう見てたんだよね。本当に何もない、ただの友達。ええ嘘だ、そんな。本当に。いや、増田がいいんだって。増田に電話して聞いてみれば分かるって。そのゲーム、どっちに倒れるか。これはあかんくないってこと。あかんくないよ。おー、マジか。だいぶ前だからね、だいぶ前。今俺俺で俺不発とか、また俺の携帯なんだよ。全然おかしいよ。逆に哲也は不意打ちじゃないっていうか、自分で公言してるじゃん。なんかもう俺は AK 使ってるよみたいな、女の人とのなんか仲睦まじい写真があるんですけど、まあモザイクかければギリいけるかなと思ったんですけど、ちょっとこれを見てください。おお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 
て見る。なんつう。うわー、これ何が仲いいかっていうと、哲也が撮ってるわけじゃないんだよね。これは相手の人が撮ってくれてる。で、それを哲也に送って、それを哲也が保存してるから、すげえ仲いいんだと思う。うわ、仲いいんだ。ちなみにこの子とは付き合いそうですか？これ半分にした申告すればいけんじゃん。と半分ですか？いやでもポイント欲しい。これどうだったら何ポイントもらえる？ 0.25 ポイントでしょ。 0.25 ポイント。ちょっとでも見たいと思ってくれるから、どういうことね。じゃあ 0.25 ポイント獲得です。きついこれ。ちょっとこれもう交代しましょう。はい、うん、ねえ、何何やってんだよ。え、分からん。何？じゃあ、エビ丸からどうぞ。はい。この画像を見て、まず最初思ったの、何やってんだよ。これですね。何が出されてるかっていうと、うん、多分ブラジャーなんですよ。え、何やってんだよ。で、哲也はビデオ。お前の顔やべえよ。ではないか、ではないかっていう予想なんですけど、哲也さんどうなんですか、これは。これはビデオ中、通話中のブラジャー。誰とだ、誰とだ。これはあのね、さっき梅丸があのスクショ撮ってたの、の付き合う前ですかね、とビデオ通話してるときに、ミッシーとかじゃなくて、なんかあった。この顔クロードなんすか。クロードの顔してたの。下半分はちょっと相手に申し訳ないんで。で、お前変わってくな。ちょこちょこ。はい、続いてじゃあ、牛さんの携帯ですね。はい。こんなことすんの、なんでっていう。こんなことすんの。いきます。おおおおおお、させてるね。させてるね。これはさせてるの。これスケベだよね。とりあえずでもう帰ったら部屋の中が風船だらけだったの。で、このサンドの格好してたのね。そのままエプロンを着て料理しだしたから、あ、写真撮るって言ったのね。こうやってやったら全然背中しか見えないから、ちょっと嘘ついてこう斜めになってって言ってめっちゃ指示して撮った写真、これ。ただのおもろけ。そうだよ。ちなみにこれはこの後はサンドの格好で、でも多分確率的にしてると思うな。言い方人間っぽく言わんで、ね、そしたこと多分いいでしょ。顔隠していいと思う。1ポイントですね、これは。僕も何これなんですよ。誰っていう、こちら。誰だよ。誰、何、何これ、これ何。エロサイトで AV 見てたの。すごいタイプだったの。月のユリアって人なんだけど、彼女言ったら、え、誰それって見せてた時に保存した画像です。じゃあこれは出せる。出せますね。肖像権と怪しいから、検索すればすぐ出るわけです。全体1ポイントゲットです。なんだよ、畜生。ヨークのやつ、これはね、なんだろうな、これってやつで、本当にただのじゃれ合いなのか、レイプなのか、どっちかなんですよね。お、やったか。あー、あ、やばい、やばい、やばい。お、あー、違う、あ、なにこれ、タイムラプス。違うんだって。ちょっとゆっくり止めていいですか、これ。これはすごい。これは、この瞬間、これはすごいぞ。違うんだって、これはね、これはね、やった、それで、やった、詳しく聞きましょう。これは、これは別に友達だね。タイムラプスの動画撮らんといかんみたいな話してて、あと企画でタイムラプスって何ですかみたいな言われて、これだよってやっただけの写真なんで。それでこれやったんか。すごい。タイムラプスってこれだよって教えるときにこれいかないでしょ。いや、もういた、そこに、そこにいて話してた。もうこの状態でタイムラプスってさ、タイムラプスってのはこういうもんだよ。いやそんなにイチャイチャしてないんだよ。わかんないんだよ。あかん、あかん、あかんの見つけたね。あかんだったか。唯一だったな、もう最初から危惧してた唯一だった。もう何も怖くない。ラストですか。ラストいきますか。はい、では誰からいきましょうか。じゃあ僕からでいいですか。ただ単にこれはあかんとかじゃなくて、なんだこれって。ちょっとここがこう面白かったっていうのはこれです。これあかんわけないよ。あかんのがなさすぎた。もう虫さんが持ってたからね。もうないんだよ。3つ目にこれが出てくるぐらいのデータフォルダってこと。僕もそのパターンだから、じゃあ先出しておこうかな。ちょっと2枚出していい？連続で、連続で見たら教えて。これまず1枚目よ、これね。
で、2枚目がこれなの。なんか日本酒を頼みすぎてジョッキに満杯に入ってるやつでしょ。みんなで回し飲みしようって言ってここで一発やんなきゃなと思って8割ぐらい入ってたやつ一気して入っちゃったっていう写真です。これは OK なの？これ OK なんですけども、これ大丈夫かなって YouTube 的にどうなの？そうそう、ギョは見たいですよね。このギョまあそうですね、綺麗なゲロですこれ、ポイントゲットですね。これ2ポイント。いやこれ1ポイント。もうポイント加算されてるじゃないですか。このポイント集めて何になるかな。確かに。じゃあ俺出していいですか。はい、いけないことではないんだけど、ただただ虫さんが恥ずかしいからやめてっていう可能性があるかなって。ないよ。こちらです。でん、お顔がない。あ、ないんだって。いやでも顔やばいでしょ。これやばいよね。自分だったら結構きつくない？これきついよ、俺できないもん。ちなみにもう1枚じゃん。まあまあ、どうぞどうぞ。これなんすけど、これはもうラブラブすぎる。いやこれやばい。これやばい。これやばい。こちらにちょっと説明だけして、なんかそういうスタンプがあるのね。こういうスタンプがあるわけですよ。そう、それのパロディーを向こうが送ってきたわけですよ。なるほど、ね、早く帰ってこいって。なるほど。まあまあでも仲良いことです。まあ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 、みんなはひんやりするけど僕たちは熱々。いったやめて。で、赤くないと。あ、全然赤くない。顔だけね。まあまあすごいな、僕彼女の顔ばっかじゃない。はい、最後ですね。はい、何系？何系？まあ一回見てみようか、みんなで。みんな一回見てみよう。こんな両脇に抱えて。もう謝れ、あの二人。ごめん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 。これまずいな。この後は？この後は俺と女一人でホテル。最低。待て、何が最低だ。言うよ。どうだ、先輩の歌をカラオケで歌ってる優しい後輩、どうだ。ほら言って。映像に撮るな。俺は悪くねえんだって。ねえ、もうこれがリーダーは怖い、本当に。あ、こん時ってさ、あ、ジョジョ園4人で行った時か。俺ととしみつだけ名古屋に残ってクラブ行ったんですよ。俺としみつはおのおのバラバラになって。バラとしみつ。これは女の顔にモザイクをかける場ですかね。これは赤くない。あかんっすね、君らがあかん。少ないよ。スキャンダルが。スキャンダルが少ない。話題性にこと書くよ。ああ、それはあるね。もっと面白いことしてきてくださいよ。うん。